新しい認知感。大帝国劇場。劇場？すみません、お掃除の邪魔なんですけど。うわ、すみません、失礼しました。私は帝国海軍少尉神山清十郎です。ここに来るように言われて。もしかして聖兄さん？嘘！さくらちゃん、雨宮さんところの。はい、子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。帝国歌劇団花組の隊長になってもらいたいの。了解しました。若輩の身ではありますが精一杯務めます。なんだ？さくらちゃん？もしかして盗み聞きしてたのか？してません。だって本当に聞こえなかったんだもん。暑すぎですよ、ここの扉。なんだって？なんでもないです。それで何のお話だったんですか？ああ、帝国歌劇団花組の隊長に任命されたよ。やったー！私も花組の一員なんですよ。だから聖兄さんは私の隊長さんです。そうだ、これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。いいよ、堅苦しいのは嫌いだから。ダメです、そういうのはちゃんとしないと。そういうものかな。はい、神山隊長。わかったよ、さくらちゃん。私のことはさくらって呼んでください。その方が嬉しいです。嬉しいって、なんで？なんでもありません。そうだ、新しい隊長さんをみんなに紹介しないと。それに大帝国劇場のことも知りたいですよね。私が案内します。それは助かるな。じゃあ頼むよ、さくら。劇団なんですから、やっぱり最初に案内するのは舞台ですよね。他の隊員も誰かはきっとそこにいると思いますし。でも本当にびっくりしました。子供の頃に遠くへ行っちゃった聖兄さん、神山隊長とまた会えるなんて。俺も同じさ、驚いた。さくらが帝国歌劇団に入っていたなんてな。それはだって私の夢だったから。憧れなんです、私にとって帝国歌劇団は。憧れ、夢か。あ、もしかして呆れてます？黙っちゃうなんてひどいですよ、もう。舞台はこの扉の向こうです。ようこそ大帝国劇場へ。
おお、さくらじゃねえか。男連れとは隅に置けねえな。ハト、もう変なこと言わないで。あ、すみません隊長。この子が花組隊員の一人、篠の目ハツホです。ハツホ、こちらは神山清十郎さん、私たちの新しい隊長さんだよ。ああ、そういえばそろそろ来るって話だったっけ。篠の目ハツホだ。よろしくな隊長さん。デートにでも行かないか。デート？急に何言ってやがるんだ。顔真っ赤だよ発砲。うるせえ、私はそんなに安かねえんだ。顔洗って出直してこい。おいさくら、お前もこんなのに捕まんじゃねえぞ。もう発砲ったら。でも神山隊長、もう少ししっかりしてくださいね。ごめん。それじゃ次へ行きましょうか。また後でね、ハツホ。おう。はい。お疲れ様です、アルさん。神山さん、何かご用ですか？いえ、用というほどのものでは。そういえば、カオルさんは風組の一員だと聞きましたが。その通りです。大帝国劇場のあらゆる活動を支えるのが風組の役目。なるほど。そして、兵劇の資金面はカオルさんが管理されているということですね。そういうことです。ですが、私の一番の役目はそれとは違いますよ。私の一番の役目、それはスミレ様の秘書であるということです。スミレさんの秘書ですか。
支配人の秘密をいろいろ知ってそうですね。ぜひ教えてください。なるほど、私にスミレ様を裏切れというのですか。覚悟はできてますよね。すみません、冗談です。二度目はありませんから、言葉には気をつけてください。はい、本当すみません。神山さん、花組の新しい隊長としてスミレ様を支えていただけますね。はい、頑張ります。
花組十三箇条、清く正しい乙女を育てるための規律か。改めて考えてみると帝国歌劇団って文字通り女の園だよな。この楽屋だっていつも女の子たちが。なんだかここにいるのがいけないことのような気がしてきたな。誰が来た？お稽古で汗かいちゃった。反射的に隠れてしまった。別にやましいことなんかしてないのに。誰もいないよね。いや、ここで汗拭いちゃおう。なんだと？まずいな、出るに出られなくなってしまった。仕方ない、もう少し待って。もっと見たい。その気持ちは否定できない。だがやっぱりダメだよな。落ち着け神山清十郎。桜が出ていくまで心静かに、物音立てずに。だ、はあ、さっぱりした。花組トップスター雨宮さくらです。よろしくお願いします。なんちゃって。アナスタシアさんも来てくれたことだし、もっともっと頑張らないと。頑張れ雨宮さくら。えいえいおー。頑張れよさくら、君ならなれるさ。花組のトップスターに。俺も力を尽くそう。桜のために、花組のために。
あら、キャプテン。今度は私の稽古を見に来たの？そんなところかな。相手がいた方がいいなら稽古に付き合うよ。助かるわ。それじゃあお願いしようかしら。私の演技に合わせて決まったセリフを言ってちょうだい。焦らず、力まず、自然体でいいわ。さあ、それじゃあ始めるわよ。あら、珍しい。あなたが私の部屋に来るなんて。雨でも降るんじゃないのかしら。それはひどいな。君の部屋に行かないのは、二人で会うのがいつも公園だからだろ。だってあなた、散歩と私の膝枕が大好きなんだもの。ご希望を叶えるには公園しかないでしょ。でも今日は違うよね。もしかしてベッドの上での膝枕をご希望かしら。今のはなかなか良かったわ。この場面なら今ぐらいの声の大きさが正解。センスあるわよ、キャプテン。それで今日は何の用なの？いいこと？悪いこと？ちゃんと言って。俺と結婚してくれ。俺とずっと一緒にいてほしいんだ。家と子供も一緒じゃダメかしら。それに年に一回の旅行も。頑張ってね、私の愛しい人。これはこれでありだけど、でも普通ね。もうちょっと盛り上げたいところだわ。想像以上に難しかったよ。アナスタシアの凄さが身に染みて分かったよ。あなたも筋は悪くなかったから、練習すればものになるかもしれないわね。本当かい？お世辞でも嬉しいな。ただあなたは発声や演技よりも本物の恋愛の練習をした方がいいのかも。よかったらそれも私が付き合ってあげましょうか。誰だ？君を、アザミ君？私の名前を知っている。何者？何者でもいい。名前を知られたからにはただでは置かない。里の掟62条、秘密を知る者生かしては置けぬ。覚悟召されよ。
待て、どうしたんだ。待てと言われたから。そうか、待ってくれて嬉しいよ。君は帝国歌劇団花組の一人、望月あざみくんだろ。俺は神山清十郎、先日から花組の隊長を任されている。神崎司令から聞いている。隊長に会うためこの部屋で待っていた。その割にいきなり物騒だ。そうか、あなたが神山清十郎、新しい隊長か。改めてご挨拶つかまつる。望月流忍者、望月あざみ、これよりあなたの配下となる。ああ、よろしく。承知した。では、ごめん。どこへ消えたんだ、一体。しかし、忍者だって？
人いましたね。隊長、あの子がクラリスです。熱心に本を読んでて、なんだか声をかけづらいな。声をかけても無駄です。あなたクラリスは何をしても返事をしてくれないんですよ。へえ、何をしても。ちょっと試してみるか。手が勝手に。いけないことだって分かっているのに。聖兄さん、その手、クラリスに何をするつもりですか。そのなぜか手が勝手に。言い訳無用です。ごめん、悪かったよ。こっそり触ろうとするなんて、反省してください、神山隊長。はい。ところでクラリス君は。全然気づいてないですね。というか、気づかれなくてよかった。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。はじめまして。ウィルセット、なんで男の人がいるんですか。落ち着いてくれ。怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神山清十郎だ。隊長。そうなんです。この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス。そうなのか。ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とは違う。どうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。それは実に立て直しがいがありそうだ。前向きなんですね。もしくは何も考えていないか。私、そういう人は苦手です。都合よくハッピーエンドになるのは物語の中だけです。現実はそんなにうまくはいかないですよ。それじゃ失礼します。せいぜい頑張ってくださいね。さて、これは思った以上に難物だな。そんなこと言っちゃダメです。クラリスはいい子ですよ。可愛いし。さくらの方が可愛いよ。何言うんですか、聖兄さん。え、素直にそう思うんだけどな。冗談ばっかり言って、もう恥ずかしいよ。それじゃあ私もそろそろ行きますね。闇夜の一戦、忍びの一撃。
正義の刃で悪を討つ。帝国歌劇団参上。上野公園がこんな有様か。さくらたちは無事なのか。雨宮さんの人は連絡が取れなくなっています。カオルさん、くそ、なんだこの雑音は。通信状態が悪い。コーマの妨害工作かも。まずはさくらたちと合流したい。無事かどうか心配。そうだな。よし、十分に警戒しながら進もう。みんな、油断するなよ。遅い。セジロ、気づいてる？この魔幻空間。ああ、おそらくあいつだ。この魔幻空間を作ったのは。なんだい、どこ来たのかよ。ゴーバロ、やはり貴様か。姿を現せ。この声は発音。さて、これからたっぷりとてめえの仲間をいたぶるお楽しみタイムだ。てめえらが俺のところまで来る、こいつらが死ぬの、どっちが早いかな。貴様、みなぎっと。いや、あった。遅い、生きれるか。行くぞ。闇を切り裂く神速の刃、竜王無尽嵐。ははあ、すりゃ、行くぞ。一刀両断。さくら、聞こえるか。ハツオ、クラリス、アナスタシア。聖十郎、落ち着いて。大丈夫、さくらたちはまだ生きてる。急ごう、一刻も早く合流するんだ。大蛇、新手のコーマか。待って、聖十郎、望月流忍法破幻の術。聖十郎、この大蛇は剣術、アザミたちの攻撃は通用しない。なるほど、相手にするだけ時間の無駄か。先を急ごう。大蛇の動きに気をつけて進むぞ。
で行くぞ。とかって言ってたな。貴様に名乗る名などない。確か金だったかな。お母ちゃんってか。うるさい、口を閉じろ。こうまめ姿勢がいいぞって。だがそれもいつまで持つかな。もっと踊れ踊れ、命がけのダンスよ。やクラリス、サクラ、そこだ、同様だ、いじめるか、同様だ、いじめるか、同様だ。まだ通信は繋がらないのか。頼むから無事でいてくれ。チッ、切り抜けやがったか。ムカつく連中だぜ。みんなが助けを待っているんだ。俺たちは立ち止まるわけにはいかない。この気配、聖十郎、走って。なんだ、どうしたんだ。とにかく全力で走って。大蛇か。前見て走って。なんとか振り切ったな。ありがとう、アザミ、助かったよ。気配を探るのは忍者のお箱。これぞ望月流忍法、霊感の術。聖十郎、この上にさくらたちの気配がある。本当か。よし、急いで壁を登るぞ。はい、よっ、いけ。はあ、かつての歌劇団が消滅したあの戦いから10年の時が過ぎた。大正29年、帝都に再び魔の脅威が迫るとき、新たなる帝国歌劇団が誕生する。次回、新桜大戦第1話、新たなる風、大正桜にロマンの嵐。私たちの運命が動き出す。